浩一さんです。お願いいたします。皆さんこんばんは。ご通行中の皆さん、大変お騒がせしてます。先日山本太郎さんがこんなことを言っていました。自民党は毎日がエイプリルフールだ。どうだ。いやー、うまいこと言うなと思いました。皆さん思い起こしてみてください。 TPP 反対、断固反対、ブレない、自民党ブレブレですよ。そっから嘘をつきまくりですね。昨年9月に戦争法、安保法が強行可決されたときに安倍さん何て言ってました？これから国民に対して丁寧に説明していく。全く説明しないまま3月29日施行を迎えました。これ国民への説明どこ行ったんですか？これも嘘じゃないですか。野党がこの安保法の廃止法案を出した、これ絶好の説明の機会じゃないですか。国民に対して、いや私たちが正しいんだ、野党が間違ってるんだって説明する絶好の機会をなんでわざわざ潰すんですか。なんで説明しないんですか。国民への約束はどうなってんですか。これが今の安倍自民なんですよ。毎日がエイプリルフール、これ許しちゃいけないんですよ。笑い事じゃないんです。こんなふざけた政権はやっぱり引きずり落とさないと国民の生活はどん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 悪くなってしまう。そのためにやっぱり野党は共闘なんです。私は新社会党という政党に所属してます。国会議員はいません。ですから国会では政党とは認めてもらってません。ですけども共闘したい、みんなと共闘してなんとか安倍自民を落としていきたい、自民公明を少数派に追い込みたい、そういう思いで一生懸命頑張っていきます。だから皆さん一緒に共闘してください。自公を3分の2としてはいけない。今日本が戦争するかしないかの瀬戸際なんです。だから自公は夏の参院選では絶対に3分の2としてはいけない。これを強調させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。井上北区長は本当に超党派の議員の方がスピーチしてくださっています。それではラストコールいきます。